皆さんどうもこんにちは。今回もピクミン4の続きからやっていきます。前回は6段までクリアして、ついに白ピクミンのオニオンをゲットしたのよね。待って。もうこの光景が精神的に来る。集合体恐怖症の人にはこれはきついだろう。しかもクリア目標を見てよ。1分間で99匹撃破。こういうアクションゲーみたいなことを要求してくることもあるんだな。オッチンにも協力してもらって倒しまくりましょう。あれ？紫ピクミンが1匹だけになってる？この小さいのも侮れないわね。しかもまだ半分も倒せてないことに驚きだよ。これ、どんな攻撃が一番効率がいいんだろうな。オッチンの噛みつき攻撃は一遍に倒せるからいいんじゃない？うおお、私だって負けられねえ。ウプ主も意外と強いじゃないの。これぞ段取り分担作用。オッチンはオッチンで倒して私は私で倒す。協力プレイだ。ここに来て一気に討伐数が増えたな。こんなに効果があるなら最初から分担すればよかった。一回でクリアできればいいが。残り19匹。少なくなると逆に倒すのが難しくなる。多ければめちゃくちゃに攻撃しても倒せるもんな。ああ、あと少しだったのに。一回でクリアなんて奇跡だから、いつものリベンジ行ってみましょう。さあオッチン、今回は最初から分担だよ。ウプ主とピクミンチーム、オッチンオンリーチームね。紫ピクミンはどれくらい倒してくれるんだ？投げれば振動で何匹か倒してくれるよ。ほんとだ、投げてなんぼだな紫ピクミンは。でも召集投げるの工程が結構大変。それに倒した原生生物を丁寧に運んでくれてるわ。運ばなくていいからどんどん倒してー。すげー、振動で一気に5匹倒したぜ。ピクミンもうまく指示できたらかなり強いけど、なんて時間がとにかく短い。おお、すごいわ紫ピクミン。うまく着地できれば大量討伐。あ、こらー、やめろー。ああ、最後の紫ピクミンが。ピクミンの心配もいいがまだまだいるぞ。あと30匹以上もいるのか。あと少しな気もするんだけど絶妙な残り時間ねー。あれ？なんか最初より倒せてない？まさか疲れてんじゃないでしょうね。え？いやいや、そんなこと。このステージが今までで一番難しいかもしれない。シンプルだからこその難しさがあるのよ。やっぱりこの紫ピクミンたちが強いな。急いで回収、そしてまた急いで投げる。だんだん慣れてきて手際が良くなっているな。このドスンドスンさせる場所も大事よね。これが新たなピクミンの戦闘スタイル。いい感じよ、半分以上はもう倒せてるわ。今回はピクミンたちをうまく使えてるってことだぜ。どうだ。一気にこの一体のチビチャッピーが倒されてった。残りあと少し、ここで負けるわけにはいかない。何に負けるんだよ。そりゃもちろん過去の自分さ、はい。残り9匹だぞ、もうゴールはすぐそこだ。あと5匹。そこかぁ。いける、今回はクリアできるわ。突撃だぁ。あれ？あと1匹？いた、こののみだぜ。やったぁ、クリア達成。ふぅ、めちゃくちゃ忙しかった。初めてのこういうステージでテンパったしな。でもこれでまた同じようなお題が来ても大丈夫ね。できればもうこういう忙しいのは。こんなに頑張ったのに報酬はなしか？何事もなく8段ですよ。今回は通常通りのお題に戻ってお宝回収ね。いや待て、お宝の数バグってないか。え、100個、どうかしてるでしょこの数。関係ないけどナスのお漬物が好きなんですよ。本当に関係なくてびっくりしてる。この異常な数、皆さんならどうします？私なら見なかったことにしてゲームをそっと閉じます。逃げるなこら。私できるかな？できるのかな？やるしかねえ。でもわかりやすいところにあるんじゃない？というかわかりやすいところにあれ。お、この辺に野菜とか金塊とか固まってあったぜ。確かにこれはありがたいけど、ピクミンの数足りなくない。この数じゃあれもこれもは難しいかもね。人数が少ないからオッチンにも協力してもらうしかないな。大量のお宝なら大量のピクミンがいてもいいのにな。もしかして、仙人クリアさせる気ない。何が仙人よ、あんなの悪魔だわ。まあ残り試練も少なくなってるし、難易度が上がるのは必然か。秋の芋掘り完了です。あ、ここに紫のポンが仕草があるじゃないの。なるほど、紫ピクミンなら少数でも運び出せるな。白ピクミンたちを回収して紫になってもらおう。あんたたちは今から紫ピクミンとして生きるのよ。ほんとこれどういう現象なんだろうか。これで力仕事のエキスパートに生まれ変わりました。さあ生まれて早々悪いんだけど、じゃんじゃんお宝を運んでもらうわよ。全く申し訳なさそうじゃないんだけど。ちょっと軽く袋潰しちゃって。これでショートカットができるようになったわ。でもこれ、確かに紫ピクミンは便利だが、
全部を紫にしてもダメなんだろうな。毒キノコがあるからね。さすがは力持ち。これ100個集めるんだと思ったら、100個分のお宝を集めろってことだったんだね。なんだ、そういうことなら問題ないじゃないの。でっかいお宝はそれだけ価値があるってことか。そうだとしても間に合うかどうかは別だった。これは今回も。さっきもいいところまで行ったし、今回でクリアできるはず。そうよ、落ち着いて運んでいけばいけるわ。まだ運んでないお宝はないかな？あ、おっちんも頑張って運んでいるみたいだぜ。ということはおっちんが運び終わったらクリアだ。お宝100個、試練達成よ。ふう、大量討伐よりは忙しくなかったけど、白と紫の分担と指示が大変だった。ということで次回は9段の挑戦だ。試練オールクリアまであともう少しね。あ、毎日暑い。もう暑くて水がお湯みたいになっちゃってるよ。あ、皆さんどうもこんにちは。学生の皆さんは夏休みに入ったでしょうか。夏休みといえば、朝顔の観察日記を想像で書いて提出していたウプ主のミーです。よくもまあそれで提出してバレなかったもんだぜ。ふっふっふ、時には図鑑の手も借りたからね。そこまでするならちゃんとからさず育てろよ。二人とも、おっさー。ああ、ずる休み霊夢。この前休んだおかげで体調は万全よ。あのとんでもない額の金とダイヤを霊夢に見せたかったな。金とダイヤ、前回何やったのよ。凄すぎて言葉にできないぜ。ほんとほんと、生きているうちにあれが見れてよかった。ずる休みなんてするんじゃなかった。今回皆さんにご紹介するモッドは、ちょうど夏休みの自由研究向きなあっと驚きのモッドです。夏休みの自由研究向きなモッド。実験系のモッドか。まあサイエンスな感じのモッドだね。それじゃあ早速今回のモッドで導入されるアイテムを作っていこう。準備する材料はどれも田舎のおばあちゃんの家にあるものです。どれもねー。ない場合は近所のスーパーかコンビニで手に入るわね。お前んとこの店やべえな。はい、これで最初に必要なアイテムが作れました。うつろな子は、変な名前のアイテムだな。そしてこいつの目もうつろな目をしているんだが。失礼ね、ちょっとぼーっとしてただけよ。このコアを使ってとあることを今からします。このコアを使う、一体こんなもんどこで使うんだ。それにまだこのモッドの名前聞いてないんだけど。あ、ごめんごめん、言い忘れてたよ。このモッドはビレッジャーキャノンっていうモッドだよ。村人キャノンが夏休みの自由研究になるか。あんた、だいぶ暑さにやられたわね。夏と言ったら花火と言ったら打ち上げ。まあそんな感じで連想していたらこのモッドに出会ったのさ。みんなもこいつみてえにならねえように気をつけろよ。なんだい、さっきからジロジロと俺たちのかっこよさに釘付けになっちまったのさ。こうしていくらは作られています。なわけあるかー。うつろなコアを村人に投げたらいくらになったわ。しかも一瞬で。これはいくらに見えますが、フォースコアといってキャノンにはなくてはならないものです。へえ、これもコアなのね。コアになった村人って意識とかはあるんだろうか。へいらっしゃい。大将、いくらを一つ。いくらね。へいお待ち。うわー、美味しそうないくら。あれ、俺はどうなったんだ。まあいいか。全然よくねえよ。何戻ってんだよ。一応村人の意識はあるようです。で、このイクラみたいなコアはどう役に立つのよ。これはキャノンの核のようなもので、今から作るアイテムと組み合わせるんだ。そのアイテムはネザー水晶とラピスラズリと鉄インゴットを斜めに置くと作れるよ。フォースロット。この棒を4つ作るんだ。コアと棒だけでキャノンなんて本当に作れるの？もちろん、これだけで村人キャノンができちゃうよ。マジだ。この村人フォースっていうのがキャノンだよ。冷凍食品を解凍するくらい簡単に作れるのね。微妙な例えだな。それではこのとんでもない武器を使ってみましょう。うわあ、とんでもない速度で何かが飛んでいった。もう一度撃ってみましょう。ええー、建物を通り抜けた。キャノンっていうもんだからぶっ壊すのかと思ったら、建物どころか村人に当たっても何も起きねえな。一体何を飛ばしているのよ。ふっふっふ、それではお見せしましょう。まさかこれって。村人の頭。大正解。この村人キャノン改め、村人フォースは、村人の頭を弾にして発射するとんでもない武器なのです。え、ちょっと待って。コアにしたのって村人一人よね。なぜか何人もの村人の頭が発射されます。マジでどうなってんだよ。
生首を吹っ飛ばすキャノンなんて聞いたことねえしトラウマだわ。生首を吹っ飛ばすのはいいけど、よくねえだろ。建物に当たっても村人に当たってもなんともないなら作る意味ないじゃない。まだ村人フォースの本当の恐ろしさを見せてないからね。こんばんは。夜になりましたよ。この村人フォースの本領を発揮するのは夜です。きっとこれを見たら村人フォースが欲しくなること間違いなし。こんな生首発射器なんて欲しくなるわけがないわ。ああ、持ってるだけで不気味だぜ。くらえ、生首ショットを。嘘。な、生首でクリーパーを倒した。ゾンビも一撃よ。どうですか、これが村人フォースの本当の力。正直どうしようもない生首発射器だと思ってたけど、まさかこんなに強いとは思いもしなかったわ。ああ、私もびっくりしたぜ。建物や村人には無害だから、戦闘中に余計な被害が出なくていいんだよね。弾が生首じゃなかったらもっと良かったのにな。この村人フォースは溜める時間によって、生首の発射速度が変わるだけじゃなく、威力も速度が遅いと弱くなるんだ。へえ、溜めた分だけ威力が高いってわけね。よくできた武器だぜ。このように村に来たゾンビも簡単に倒せます。村人の生首が村を救うのね。村人フォースは普通の武器と同じように、耐久値がゼロになると壊れます。ゼロになるまでは撃ち放題ってことか。村人の皆さん、もう夜は怯えて過ごす必要はありません。え、どうして？今もゾンビがうろうろしてるよ。この村人フォースがあればゾンビなんて一網打尽です。村人フォース。なんだい、その村人フォースってのは。村人さんの生首を吹っ飛ばす機械です。